貧乏人は立ち見してなさい。結婚式、一人娘の晴れ舞台を楽しみに行ったところ、娘の義母にこんなことを言われてしまった。まさか立ち見しているなんて言われるとは思っていなかったから、驚いてしまった。しかし、私は言われっぱなしでは終われない。マイカも私の子だ。言われっぱなしで終われないところは似ているのだと思う。マイカは立ち上がって堂々とした様子で言ったのだから。ママ、帰るよ。そうね。こんなところにダラダラと長居する必要はない。それに、この義家族、自分たちの立場を全くわきまえていないようだ。せっかくだから、この際分からせてあげてもいいと思う。ここからは、言われっぱなしでは終われない私たち親子の反撃が始まる。反撃10分で反狂乱になる義母を見ていると、ざまあ見ろと思ってしまうが、まだまだ手を緩めるつもりはない。このまま自分たちの天下だと思ったら、大間違いだ。私は篠田敏子。今年で65歳になるが、まだまだ現役だ。日本酒を作る酒蔵の杜氏として働いている。杜氏といえば日本酒を作る人、男性のイメージが強いだろうが、今では嬉しいことに少しずつ女性も増えてきている。もともとは日本酒作りの世界とは遠いところで働いていた。至って普通の女性だった私を変えたのは一本のテレビ番組だった。大学卒業後に一般企業に就職、社内恋愛の末に娘のマイカが生まれた。幸いなことに産休や育休をしっかり取らせてもらったことで、心置きなく子育てに専念できたと思う。すくすくと育つマイカとの触れ合いにはこれ以上ない幸せを感じるが、ふとした瞬間に自分の人生はこれでいいのかと小さな不安を覚えるようになった。それなりに順風満帆な人生、可愛い子供、恵まれた職場、友達からは羨ましがられることも多い方だが、子供が昼寝をしている時など虚無感に襲われることも、まるでぽっかりと穴が開いたような気持ちだった。そんなある日、マイカが昼寝している時にテレビを見ていたのだが、放送されていたテレビ番組に釘付けになった。日本酒作りを取材している番組で、インタビューを受けていた男性はもともとサラリーマンだったらしい。日本酒が好きなあまり脱サラし、理想の日本酒を追い求めたと話していたのを聞いて、私の胸のざわつきが広がるのを感じた。私が求めていたのはこれかもしれない。父が日本酒好きだったのもあり、実家にいた頃は毎日のように父と晩酌していた。おすすめの温度やあて、一つ一つ味わいも違えば深みや香りも異なる。当時は何気なく飲んでいたが、よく考えるとすごいことだと思う。今更ながらその奥深さに驚かされた。もちろん男社会である蔵の世界、女性の杜氏は片手で数えるくらいしかいないことも知っていた。だからこそ女性が美味しく楽しみながら飲める、そんな日本酒を作りたいという思いが芽生えてきたのだ。家族も転職に前向きで、家事や保育園のお迎えなど協力してくれたのは今でも感謝している。そのおかげもあり、隣町の酒蔵に就職することができた。隣町は酒蔵が多い地域というのもあり、ちょうど新しいことを始めたいと考えていた酒蔵に出会えたのだ。事務員や酒蔵見学ツアーガイドとして下積みする一方で、日本酒のいろはを勉強する毎日。もともと興味のあることを勉強するのは好きなので、これまでの仕事にはない充実感を感じていたのだ。しかしそんなある日、夫が病に倒れ帰らぬ人となってしまった。私がやりたいことをやればいいと日本酒作りに賛成し、
応援してくれた夫の意思を無駄にするわけにはいかない。必死の思いで下積みを重ね、ついに日本でも数少ない女性当時になれた時は飛び上がるほど嬉しかったのを覚えている。当時としては新人であることに加え、女性当時が今ほどメジャーではなかったのもあり、私の名前が表に出ることはなかった。別に私の名前が表に出ようが出まいが、どちらでも構わない。自分が丹精込めて作り上げた日本酒が世の中に出て、たくさんの人に楽しいひとときを与えることができれば、これ以上に嬉しいことはないと思っていたから。仕事も波に乗ってきた頃、私生活の方にも嬉しい知らせがあった。あのね、お母さんに紹介したい人がいるの。マイカがはにかみながら私に話してきた。この前町のイベントで知り合った人なんだけど、お母さんに友人以外を紹介するのって初めてかも。友人以外？さすがの私もその一言でピンときた。え、まさか。うん、とても素敵な方で、ずっと一緒にいられたらと思える人なの。きっとお母さんも気に入るはずよ。マイカに言われた日に待ち合わせ場所に行くと、マイカと並んで立っている男性がいた。背が高く凛とした佇まいが印象的な男性だ。お母さん、この人が私がお付き合いさせてもらっている久世純さん。純と呼ばれた男性はこちらを見て、人が良さそうな笑顔で挨拶する。まるでどこかの俳優のような完璧な笑顔でこちらに微笑んだ。年は40歳と言っていたが、これだけのスマートな身のこなしや笑顔があれば、女性たちは黙っていないだろう。そんなことを思ったりもした。こんにちは、今日はお忙しい中ありがとうございます。マイカさんのお母さんにはいつかお会いしたいと思っておりました。町のイベントで会ってからのお付き合いなの。あの場所で私もこんな素敵な人に会えると思っていなかったから、運命だと思って。そんな照れるな。あの場所でマイカだけがひときわ輝いて見えたんだから当然だよ。二人で出会った時のことを思い出しているのか、急にのろけ出した。マイカはこれまで男性との浮いた話もなく、仕事一筋だったため、のろけたいほどに好きだと思える人と出会えたのは親としても嬉しいことだと思う。雑談の中で、純は一人息子であること、地元で家業をしているため、将来的にその家業を継ぐ可能性が高いことも知ったのだ。あら、家業をなさっているの？ええ、家業といってもそんなにすごいものではないですが。差し支えなければどんなお仕事か聞いてもいいかしら。久世旅館をしておりまして、最近忙しくなってきたので、近々次期社長として動かないといけなくなりそうなんです。するとマイカは急に黙りこくってしまった。今からきちんとそういうことを考えているなんて素晴らしいわ。私は会ったばかりということもあって、下手なことは言えないと当たり障りのないことを言うに止めた。ま、そういうのもあって今マイカにはうちのことを何かと手伝ってもらってるんですよね。女将修行というんでしょうか。純はにくりと笑いながらそう話し、手元にあったお茶を口にした。その瞬間、マイカの表情が一瞬こわばったような気がしたのだ。その表情を見ているとなんだか嫌な予感がする。え、手伝いって？すると純は手で軽く制しながら私の言葉にかぶせてきた。ま、そんな大したことじゃないんですが、やっぱりこの年齢で将来も意識するとなるとですね、マイカさんもうちの家族として迎え入れたいという気持ちもあるんです。まくし立てるかのような純の話に口を挟む余地を与えないかのような印象を覚えた。そうなんですか。そうしたらマイカさんが快く手伝いを引き受けてくださったので大変助かっております。いつ久世家に来ても恥ずかしくないようにと、そう思っているので。マイカはどこにでもいる至って普通の人だ。普通に地元の大学を卒業して OL として働きながら、休みの日は友達と一緒にショッピングしたり飲みに行ったりしている。特別目立つ方ではないからこそ
不思議だと思った。そういえばこのお茶の席で一度もマイカと直接話していない。ねえ、そういえばマイカ。話が終わらないくらいにジュンが言葉をかぶせてくる。なあマイカ、この後母さんのところに行くよな。母さん、マイカのドレス選ぶの楽しみにしていたから。ええ、もちろんよ。ドレスってもしかして今年のうちに結婚式を挙げられたらって話していたんですよ。早いうちに式場を見ておかないと人気のあるところからなくなっていきますからね。爽やかな笑顔とともに私の目を見てはっきりと言った。結婚式ってけじめって言うじゃないですか。だから大切な人と大切な時間を過ごせる空間にしたくて、気が早いもので今から両親も張り切っているんですよ。もう結婚式の話が出ているのかと驚いたと同時にピンとくるものがあった。わかった。この違和感の正体が、私がマイカに話しかけようとするとジュンがかぶせてくる。直接話す機会を拒むかのように、何か話してまずいことでもあるのだろうか、マイカの表情を読もうとしてもどこかおかしい様子があると言ったこともないため何もわからない。僕たちの結婚式楽しみにしていてください。きっとマイカのお母さんにとっても素晴らしい一日になることでしょう。詳細が決まったら連絡しますね。連絡しますね、ということは全て純の一家で決めるつもりなのだろう。マイカはどう思っているのか、顔を見ようと思ったが髪で影になっていてよく見えない。この時無理にでもマイカと直接話す時間を作れたらと後悔することになろうとは。ある日マイカとジュンの連名で手紙が届いた。結婚式前に両家顔合わせの食事会をするというお知らせだ。仕事のオフシーズンだったのもあり、ある程度融通が利く。その日に食事会をするというのであれば都合をつけるので全然構わないが、日にちを決める前に相談の一つくらいあってもいいのではないか。そんなもやっとした気持ちを抑え込みながらマイカに確認の連絡を入れる。どんな服装か、何か手土産持って行った方がいいかなど細かいことも聞きたいし、最近忙しいのか電話の一つもよこさない。電話をすると10コール目でやっと出たが、マイカは小声になりながら話しているようでよく聞こえない。どうやら仕事中で電話ができないこと、またかけ直すということだ。仕事中に申し訳ないことをしたとすぐに電話を切ったが、その後マイカから折り返しの電話が来ることはなかった。その代わりと言っては変だが、ジュンから電話が。お母さん、食事会の招待状届きましたか？ええ、おととい届いたの。服装とかジュンさんのご家族への手土産とかいろいろと相談したくてマイカに電話したんだけどね、あの子ったら。そんな気を使わないでください。いつも通りに来てくださればそれで。その一言で電話が切れてしまった。マイカは忙しいようで相変わらず連絡が来ない。ジュンも気にしないで、いつも通りで、と当たり障りのないことを繰り返すばかりである。結局当日、私は当たり障りのないブラウスとスラックスの格好で、手土産として有名な羊羹を手土産に持って行った。私の作った日本酒でもと思ったが、いきなり初対面の人から日本酒を受け取ったらびっくりしてしまうだろうと思い、日本酒の手土産はまた別の機会にすることにした。食事会の会場となる部屋に入ると、すでに私以外の人は座っていた。マイカの席の向かいにはジュン、そしてジュンの両親と思われる人と並んで座っている。はじめまして、ジュンの母親の久世静代です。お会いできて嬉しいわ。一見すると目立った装いではないが、一つ一つ上質なものを身につけている。そして何よりオーラが違う。堂々とした佇まいと有無を言わせぬ雰囲気にはジュンにも通じるものがあると妙に納得してしまった。はじめまして。いやね、私ったら
娘が欲しいってずっと思っていたので、マイカさんが来てくれて嬉しいです。お母さんしかいないって言うからどんな子なのかと思っていたけど、安心したのを覚えているわ。この場面で言うことか。聞いていてイライラすることばかり口から出てくる。ま、結婚式は近々行う予定で、今準備を進めているの。二人の門出を祝う最高の日になるに違いないわ。楽しみにしてて。静代は楽しみで仕方がないと言いたげな様子。静代の夫はただガハハッと笑い、時々酒を流し込むくらいで、特に何かするわけではなさそうだ。そうそう、結納金だけど、そういうのはなしにしましょ。いきなりお金の話を切り出され、どう返そうか迷っていると、鈴代が言葉を続けた。結納金ですか。あら、結納金がないと嫁にも出せないと。今時そんなご家庭があるんですね。で、おいくらをご所望で。静代がじろりとこちらを睨んだ気がした。いえ、結納金などは考えてもいなかったので、そちらの意向に合わせます。ハンカチで口元を手で押さえているが、いやらしい笑いが隠しきれていない。それにいずれ男の子も産んでもらわないといけないしね。時代錯誤の話に身の毛がよだつ思いだった。あの食事会で嫌な思いをしてから、純や純の両親に会いたくない気持ちばかりが大きくなっていった。あの食事会の2週間後に、純から本日入籍をしましたと連絡が来た。直接マイカの口から聞きたい連絡だったが、仕事を退職し、クゼ旅館の手伝い、花嫁修行をしているようなので忙しいのかもしれない。それにしても純の実家はこの辺りの地域で、いくつか旅館を経営している旅館グループだが、経営者があんなに高飛車だったとは。結婚式はマイカの晴れ姿も見たいから参列する。しかしそれ以降のお付き合いは遠慮したいと考えるレベルである。顔合わせの後も相変わらず電話はつながらず、深夜にショートメールが数通送られてくるのみ。何を聞いても忙しいから連絡できなかった、ごめんばかりである。まるで電報かと言いたくなるような短い連絡に不安が募った。かろうじて式の場所と日時だけは知ることができたが、それ以外は何もわからない。結婚するというのにマイカからは幸せがこぼれ落ちる、隠しきれないといった雰囲気がみじんもないのだ。この調子で結婚式は大丈夫なのか。いくら昔からどこかドライなところがあるマイカでも、結婚式となれば憧れやときめきから顔がほころぶこともあるかもしれない。不安を抱えながら迎えた結婚式当日、マイカと純の結婚式場に行き、自分の席を探そうとするが見つからない。話にならないし、そうこうしているうちに式が始まってしまう。慌てて親族席の方に向かうと、静代が私の近くに来た。貧乏人は立ち見してなさい。突然のことで何が起こっているのか把握できなかったのだ。座っていいなんて一言も言ってないですし、ましてや親族席に座ろうとするだなんて。本当に信じられないと言いたげな表情でこちらを見てくる。近くにいた人も静代の行動を止めるでもなく眺めている。中には何か面白いことがあったぞと言いたげな表情でカメラを向けてくる。野獣馬根性丸出しの人までいるのだから立ちが悪い。まさかこの年でこんな思いをするとは思えなかった。私が困惑するのを見越しているかのような行動。私の表情を一目確認しようとチラチラと横目で見てくる参列客も、全員お揃いのネクタイやハンカチを持っている。クゼ旅館グループのロゴが入っているから、静代や純の職場の仲間のようだ。他にクゼ旅館の関係者と思わしき人が私を横目に日本酒をお酌している。よく見ると私の蔵の酒だ。それを見た瞬間、私の中で
何かが切れたような気がした。そんな私の様子に気づいてか、マイカはすくっと立ち上がった。高砂から立ち上がった姿は堂々としていて、我が娘ながら見とれるものがあったのだ。ママ、帰るよ。マイカは私の方に歩み寄り、声をかけた。私もそれに倣い、立ち上がる。そうね。私は自分が立っていた場所から高砂の方に歩き出した。ジュンは一瞬こちらを見たような気がしたが、そんなの知ったことじゃない。私が行くべき場所はただ一つ。高砂の横にあったドリンクバーの日本酒の一升瓶を掴んだ。参列者に向けたドリンクバーコーナー。その他にも焼酎や果汁にこだわったジュースなど。マイカは近くにいた担当者に手で合図し、コンテナを持ってくるよう頼んだ。私がやることはただ一つ、ドリンクバーコーナーに並ぶ日本酒を手に取り、担当者が持ってきてくれた近くのコンテナに片っ端から乗せていった。そしてコンテナごと外に運び出してもらうように式場の係員の方にお願いしたのだ。何をなさっているの？勝手な真似は許しませんわよ。え、マイカのお母さん、そんな日本酒が欲しいんですか？あ、なるほど、そういうことでしたか。安酒で酔わないとやってられないってことでしたら、どうぞお持ちになって。私はカバンから紙と小切手を取り出した。このお酒を、あなたたちのように価値がわからない酒を大切にしない人のところに置いておくわけにはいかないですから。私はカバンの中に入れておいた小切手に日本酒の正規価格を書き込んだ。私がこの式のために丹精込めて作って差し入れしたんですが、全く場違いですみませんね。これは何の真似です？貧乏人が小切手だなんて、冗談も休み休み言ってちょうだい。それに丹精込めて作ったってどういうことだ？俺は何も聞いてないぞ。ジュンはみっともないくらいに取り乱し、静代は親戚席からハンカチを振りながら睨みを聞かせている。しかし私にはもう怖いものなど何もない。このお酒の生みの親として、価値のわからない人のところに置いておくなんてことはできません。とても見ていられないので買い取らせてもらいます。は？生みの親？何を言って。静代が取り乱しながら振り回していたハンカチを持つ手を止めた。その瞬間、私は間髪入れずに言った。このお酒を作り出したのは私です。杜氏として丹精込めて育てた我が子のような存在。ひどい扱いをされているのを見過ごすことはできません。そしてマイカの親として、これ以上の屈辱はありませんので。嘘だろ。だってその日本酒っていつも旅館で使ってやってる酒蔵のだろ。当時ってじいさんだったじゃないか。私が次期当時としてやっているんです。取引先に興味がないって言っているようなものですよ。私が手にしていた日本酒は、私がこの結婚式のために差し入れたもの。それも数十年に一度のとっておきのものだ。いつか可愛い娘の門出を祝うのに恥ずかしくない日本酒を作りたい、その一心で生み出した日本酒なのだから。通常店や飲み屋には出回らないプレミアムラベルとシリアルナンバー付きで作ったもののうちの一つだ。プレミアムラベルで作成したことを知っている様子の参列者はざわついている。どうやら日本酒通ファンの間で、私がマイカの結婚をイメージして生み出した日本酒は幻の日本酒と呼ばれているらしい。この式場の中でも一部純粋な気持ちで飲みたいと思ってくださった方はいた。しかし申し訳ないが、日本酒を生み出した当時として、そして母親として譲れないものがある。お母さん、ちょっと落ち着いてくださいって。落ち着いてってどういうこと？だってほら、大勢の参列者が見ていますし、とりあえず落ち着いて席にどうぞ。席にどうぞと言ってから、私の席がないことに気づいたのか、近くにいた係の人にこそこそと耳打ちしている。親族席に一つ椅子を置くように指示していたのが、私の立っている場所から丸聞こえだ。
私は黙っていられなくなった。あなたはこの結婚式なんで開いたのか聞いてもいい？ジュンの目を見て尋ねた。ほら、結婚式って来てくれた人に結婚しますって報告と、あと両親に結婚したよ、これまでありがとうって感謝を伝えるためですよ。まあなんて嬉しい、やっぱりジュンちゃんは優しい子に育ってくれて嬉しいわ。しずよは人目もはばからず嬉しさを声に出している。よくわかったわ。するとほっとした表情になったジュンが私の方を見てマイクを持った。よかったです、マイカのお母さんに分かってもらえて。ではお座りください、この後のセレモニーもあるので。ジュンは何事もなかったかのように私に着席を促してきた。どんな神経で黙って式に参列しろというのか私には理解できない。するとマイカが立ち上がった。もう黙ってられない。マイカはまっすぐな目でジュンを見つめていた。ジュンは助けを求めるようにマイカに訴える。ねえ、マイカからも言ってあげてよ、お母さんちょっと興奮しているみたいでさ、このままだと参列者にもご迷惑がかかっちゃうから。そう言いながら参列席をチラチラと見ているジュンを尻目に、マイカは迷いのない声で告げた。私はあなたと人生を共にすることはできないと判断しました。それに結婚はしていませんので、この式にご参列の方には申し訳ありませんが。すると参列者席はざわつき出した。そりゃそうだろう、結婚式という結婚の門出を祝う場面で結婚していないと言い出したのだから。しかしマイカはそのざわつきやどよめきが聞こえていないかのような堂々とした振る舞いだ。自分のしたことに間違いがないという様子でマイカはジュンの方を向いて話し出した。しかしマイカはひるむことなく話し続けた。あとこれも証拠になるわよね、寮生活の掟。参列者や私に送られてきた写真は寮契約書と書かれた数枚のプリントの写真。まるで校則かのような写真に書かれた文章に圧倒されてしまう。そこに書かれていたのは生活の細かい決まりや罰則、休みの日の過ごし方など。あなたに旅館を見せてもらった時、従業員の様子が何かおかしいと思ったの。まさかそれがこの掟のせいだとは思いもしなかったけど。マイカから送られてきた写真を見ていくと、今の時代では考えられないような社訓やルールが記されていたのだ。スマホは勤務時間中回収、寮内ではパソコン、スマホは許可制、 SNS の利用禁止など。今時の高校生でもこんなの怠惰でないだろう。自分たちにとって都合の悪いことは世間様に出さない、そういうことよね。実際帳簿だってだいぶ好き勝手しているから言い逃れできないだろうけど。いや、これはその勘違いだよ、マイカの勘違い。するとマイカは聞いていられないと言いたげな表情で話を遮り、ネックレス、ブローチなどのアクセサリーやバッグなどジュンの前に置いていった。クゼ旅館ってどうも口コミが良すぎると思ったら、働く人の口を封じていたとはね。そういうことで情報操作して売上アップを狙うなんて浅ましい。いや、ちょっと話を聞いて。これを聞いてから話を聞こうかしら。マイカはスマホの録音アプリを再生した。こんなこともできないなんてどうかしているわ。あんたの実家に送り返してやってもいいんだよ。昨日夜中にスマホを無断でいじっていると思ったら、作業に身が入らないようだったらやめる。でもこの旅館辞めたらあんたの能力だとあと働けるところないけど。静代と純の威圧的な叱責は続く。ねえ、こいつの給料引いておいていい？こんな使えないやつに払うより俺の小遣いの方がよっぽど有意義な使い方できるし。ええ、もちろんよ、純の好きなものでも買って。こんな仲いい顔を見るのも嫌になるわ。静代と純の怒鳴り声が延々と続いている。これがもっと多くの人に知られたらどうする？純と静代は何とも言えない表情で突っ立っていた。
すると純はもう勘弁してと言わんばかりの表情でこちらを見てくる。しかしこれまでのことを考えると手を緩めることはできないようだ。ねえ、あなた私と出会ってすぐの頃、アクセサリーとかプレゼントを送ってくれた時期があったわよね。どうしてプレゼントしてくれたの？え、まあそりゃマイカの気を引きたくて必死だったから。じゃあこのセリフは覚えている？手元にあったポーチから一目で高級なものとわかる財布やネックレス、ブローチを取り出してテーブルの上に置き尋ねた。確かあなたはこう言ったわよね。ちょっと僕の手にかかればこのくらい買うのだって造作がないって。すると一瞬で純の顔色が真っ青になった。え、まさかそんな、冗談に決まってるじゃないか。私だって冗談だったらどれだけいいか。でも冗談じゃなかったのよね。マイカはスマホを操作して参列者のスマホ宛に画像を送信した。私へのプレゼントを買うためよね。この時期の帳簿なんだかおかしいのよ。おかしいってそんなの気のせいだろ。この時期以外でも結構帳簿をごまかしていたみたいね。あなたと付き合いだして、女将修行と称して旅館仕事させられてから知ったことだけど。純と静代は青くなっている。ずいぶんずさんな帳簿管理しているんだなと思って。それで嫁候補の私を囲うためにプレゼント作戦。だんだんと血の気が引いていくのが遠くの席から見てもわかるくらいなのだから、よっぽどなのだろう。ねえ、この数字なんだろうね。マイカは一冊の帳簿を純の前に差し出した。え、何これ？てか、どうしてマイカがこのノートを持っているの？計算帳簿、紙でやるのがいいとかなんとか言って全部ノートに書いていたじゃない。私は手元にあるノートをペラペラとめくり、とあるページで手を止めた。将来お上になるには帳簿の一つも読めないとって押し付けてきたのは誰だっけ？いや、それはそういうつもりじゃなくて。鈴代が明らかに上ずった声で言い訳をしようとしている。つまり鈴代も純の使い込みや無駄遣いなどを知っていたのだろう。あ、これ言い逃れできませんね。嘘だろう。その一冊のノートにはお金の動きが詳細に記されていた。ここの金額とあっちの金額が合わないんですよね。それにこの金額の多さが合わないってちょっと普通じゃありません。ほら、こういうのは大体でかけていたらいいんだよ。ざっくりでいいの。マイカはそういう塩梅がわからないからきっちりやろうとして失敗するんだよ。純は分け知り顔で語りかけてくる。一応私経理部で働いていたので、こういうお金の動きで目をつぶることってできないんですよ。この少しのズレを見逃したら後々になって自分の首を絞めることになりますし。私はノートを純に突き返した。いや、そんな会社の一経理のノートだけでうちの旅館のこと言われても。何？それ本気で言っているの？するとさすがの純もこれ以上の話をしようとはならなかったようで、ようやく口を閉じた。お金をごまかして遊びに使ったり無駄遣いしたり到底許せないことです。なのであなたに婚姻届を出しておいてと言われた時、実は破り捨てていました。は？どれほどあなたが優れた人だろうと、立派な家の出だろうと、お金をごまかして他人に不信感や不安感を与える人と家族になろうとは思いません。マイカは一気にまくし立てると会場を後にした。さすがは私の娘、芯が一本通っている。それを不安視した純が恐る恐る私に話しかけてきた。ね、さっきのマイカの言葉って冗談ですよね？まさかこんな大々的な結婚式を開いていながらやっぱり結婚しませんだなんて、そんなことないですよね？何を言っているの？私は純の目を見て尋ねた。だってそうだろ、このタイミングで結婚、それも僕と結婚して一生安泰で暮らせるんだから。それに今ここでやっぱりやめますなんて言ったら、それこそ騙すことじゃないですか。純は得意げな表情でこちらを見てくる。私はあの子の考えや決定を尊重する。結婚式だからどうこうではないの。
マイカに、ママ帰るよと言われてから10分経った頃、静代が反響欄になった。フチを何だと思っているの。バカにするのもいい加減にしなさい。たかが酒造りのくせに。反響欄になった静代から、あの時の余裕しゃくしゃくの笑顔は消え去っていた。信用できないところとは取引しないと決めているので。では。最終的に、久世旅館との取引は今後一切なしとなった。苦労して生み出した日本酒をあんなに雑に扱うようなところに卸したくはない。そして、マイカはきちんと純にお別れを言えたようだ。出会ったばかりの頃は、純のことが素敵に見えていたようだが、途中からマイカも目が覚めた様子。実際にその中にいると、おかしなことでも、おかしいと気づきにくいものがあるのは、私にも経験がある。しかし、自分自身のことを大切にできない環境に身を置いていても、いいことなんて一つもない。マイカは今回のことで気づいたようで、よかったと安心している。お母さん、私のことでいろいろ迷惑かけちゃってごめんね。いいのよ。あなたが気づいてくれたから。それに、私も自分が生み出した日本酒があんな扱いされているなんて思いもしなかったしね。マイカは、久世旅館を飛び出し、純から別れたあの日から転職活動に励んでいる。幸いなことに転職先もすんなり決まり、今では新しい職場で充実した日々を過ごしているようだ。私の方は変わらず日本酒を作っている。今年度数年ぶりに新しいシリーズを展開することになり、蔵は昼夜忙しくなってきた。ゆっくりする間もないが、これはこれで楽しいからいいと思う。それに今回初めて私が広告塔となり、新シリーズを展開するということでプレッシャーだ。女性当時が醸す繊細な日本酒ということで、私の今できることの全てを出し切ろうと決めている。商品のコンセプトや狙いは的中し、私が作り出した日本酒は大きなヒットとなった。雑誌やパンフレット、時にテレビなどで出ることも多くなっていった時、恐れていたことが起こったのだ。出勤してすぐのこと、すでに出勤していた男性に呼び止められた。女性が来客者表出入り口のところに座り込んでいるらしい。その男性が言うには、私に会うまで座り込むと言って聞かないというのだ。分かった、私が見てくるわ。来客者用出入り口に行くと、まさかの人がいたのだ。ようやく来たわ。重役出勤さながらね。さすが売れっ子女性当時は違うのね。俺に恥をかかせておきながら、この地域で普通の商売ができると思うなよ。私は先代の時からこの酒蔵から取り寄せていたんだから、また大口の取引を契約してあげてもいいけど。二人は口では大きなことを言っているが、身なりは前に見たよりもだいぶくたびれていた。遠目で見てもわかる毛玉やシミ、ほつれがある服を見ていると哀れに感じるほど。ねえ、聞いているの？あんたのところも久世旅館と取引できなくなって困っているんじゃないかと思って声をかけてあげているの。なんとか返事したらどう？今だったら頭さえ下げれば今まで通りの取引してやってもいいって言っているんだ。このチャンス無駄にする間にしたらどうなるか知っているんだろうな。私は一呼吸を置いて静代と純に言った。あなたたちは関係者でもお客様でもありません。もちろんこのような迷惑行為は今後やめていただきたいのです。すると静代が今にもつかみかかりそうな勢いで肩をつかんだ。ずいぶんな口の利き方じゃない。分かっているの？自分がどういう立場か。大した教育を受けてきてないから口の利き方なんかわかるわけないだろ母さん。それにこんな古い酒蔵、じきにダメになるに決まっている。二人のあまりの傍若無人さに呆れ返る思いだが、このまま野放しにしたらまた同じことをするだろう。あなたたちが何度も関係者入り口をうろついたり、来客者用入り口から中の様子を伺っていたのは知っていました。もちろん酒蔵見学者用のお土産売り場から商品を持って行ったこともね。いや、それはその…あまりにも目に余るので、
警察に相談していたんです。防犯カメラをつけたらあなたたちの迷惑行為の数々が証拠としてしっかり取れましたので、これだけの証拠があれば頭のいいお二人ならわかるはずですけど。そう言って静代と純の方を向くと、これまで見たこともないような顔色をしていた。いや、そのそんな卑怯な真似。二人は意地でも謝らないようだ。私のことを下に見ているから頭を下げるのはプライドが許さないのだということは容易に想像できる。ま、しょうがないですよね。とりあえず私は仕事に戻るので。え、じゃあとりあえず今日のところはこれで失礼します。私はそう言って二人から離れて仕事場に戻った。その後防犯カメラの映像や会話を録音した証拠、店の万引きの履歴などを警察に持って行き相談したのだ。結果として静代と純の行為は悪質として前科がついた。当然クゼ旅館グループの名前にも傷がつく。これまで旅行客の減少もあり旅館業は厳しいものがあったが、今回の経営関係者のトラブルはさらなる泥を塗ることになったということだ。口コミサイトではあまりの数の低評価で、潰れるのも時間の問題だろう。しかしそんなこと私には関係ない。私は静代と純の問題から解放され、今ではやっと心穏やかな生活を取り戻している。私の作った日本酒が大きな話題を呼び、国外からの旅行客の目にも留まることでさらなる人気商品となっていったのは作り手として大変嬉しい。今や出荷本数も増えるだけでなく、酒蔵の知名度も上がったので、これからさらに仕事に熱が入るというものだ。これからは自分が作り出したお酒をこの味を求めている多くの人に楽しんでもらうためにさらに頑張っていくつもりだ。